どうもどうもお疲れ様です。エステちゃんです。今日は金曜日ということで、恒例の、その週で一番、注目度の高い公開初日の映画を見に行くということで、シング2を、シング2っていうか、ネクストステージ見てきました。で、あらすじなんですけれども、ミニオンズのイルミネーションエンターテイメントが手掛け、誰もが知る名曲ヒットソングを満載して描いたミュージカルコメディアニメ、シングの続編。コアラのバスタームーンが再建に成功したニュームーンシアターは地元で人気となり、連日満席の活気にあふれていた。しかしバスターには世界的なエンターテイメントの中心地、レッドショアシティにあるクリスタルタワーシアターで新しいショーを披露するというさらなる夢があった。そのためにはクリスタルエンターテインメント社の冷酷な経営者ジミーのオーディションに通過しなければいけない。どうすればジミーの気を引くことができるか考えたバスターと仲間たちは、伝説のロック歌手で今は隠居生活を送っているクレイ・キャロウェイを自分たちのショーに出演させることを思いつくかという話で、シングも見ましたし、で、多分シングネクストステージが一番注目度高いんだろうなって思ってて、で、こういうね、こういうアニメ、ピクサーとかもそうですけど、楽しくて、明るくて前向きになるじゃないですか。で、それがもう分かってるじゃないですか。シング見てるし、シングネクストステージだってなって、でもそれがもう分かってると逆に見に行くのはちょっと億劫っていうか、自分でね、やり始めて、勝手にやり始めたことなんですけど、もう楽しくて明るくて前向きになる映画だって、もう内容分かってるのに行くのかと思いながら見たんですけど、やっぱり面白かったです、見ると。はい、もう楽しくて明るくて前向きになる映画なんです、本当に。で、作ってる方たちも、もうね、観客の期待をどれだけ超えていくかみたいな、どれだけいい裏切りをしていくかっていうことでも、すごいね、苦心されてると思うんですけど、その、レッドショアシティって、いわゆる、ラスベガスとかっていうことなんですかね。なんか、それをこうイメージして、すっごい、もうアニメとは思えないぐらいの大掛かりな、ステージの絵でね、すごかったですので、本当に後半ね、そのショー最後見れますけれども、レッドショアシティでのね、ショー、それ見るだけでも本当にわーってなりますんで、思ってる方多いと思うんです。もう明るくて楽しくて前向きになるんですよねって、分かってるんです。そうなんですけど、全然見る価値はあります。で、やっぱりね、明るくて楽しくて前向きになると、やっぱいいですからね、精神的にも。いい、本当にいいエンターテイメントしてるなっていう感じなので、ぜひ見てください。気になってる方は、もうぜひ迷ってる方とかね、見たらよかった、見てよかったなって思うと思うんで。なので、私としては、この映画、シングネクストステージを見ていて思い出した映画と、あと気になったところ、もうめちゃくちゃ面白いで、全然見て損はないというか、見た方がいいなって思うんですけど、気になったところ、この2点についてですね、今日はおしゃべりしていきたいなって思います。で、思い出した映画、最初にね、話していきたいと思うんですけど、このね、要は、田舎のね、田舎の劇場で成功してるっていう、レッドショアシティにしたら比べると田舎、地方都市で成功してる、
まあ、バスターたちなんですけれども、そこがまあ都会、一番の都会に行って勝負仕掛けていく。でやっぱりもうレベルがね違うというか、求められるものがもう大変ですから、そこのなんかについていけないっていうのをね、あのみんな大変な思いするんですけれども、特にゴリラのね、あのやジョニーとかそのダンスレッスンしなきゃいけないとかなんかあるんですけど、その様子とか見てて思ったのは、あのファインティングファミリーっていう、これ2019年公開のやつかな。で実際にあったイギリスのあのレスリングを営んでるあの一家の話なんですよね、確かファイティングファミリーってね。でその WWE にのなんかオーディションを受けて、で受かってそこで大変な思いしてみたいな話なんですけど、それに似てるなと思って、あのファインティングファミリーもねすごいいい話っていうか、あのね実はベースの話なんです、確かねでしたけど、あのそういう感じ、やっぱりもう一回全部否定されるというか、レベル高い、さらにレベル高いとこ行って、いや自分全然何もできてないなみたいなこう思い知って、ちょっとなんか腐りかけるけど、でもやっぱり頑張ろうって思う感じとか、なんかあのファインティングファミリーを思い出して、あの映画良かったなとか思いましたね。でファインティングファミリーはね、あのフローレンスピューが出てますんで、我らがいい女優さんですね、出てるんで、まあ、あのまだ見てない方いたらぜひ、108分なんで、いいです、いいサイズで、あのロック様とか出てますんでね、見ていただきたいなと思いますのと、あとこの伝説のロック歌手クレイ・キャロウェイが隠居生活してるっていうのは、まあ、奥さんがを15年前に亡くして、それでもう歌う意欲がなくなっちゃって、でまあ、家に閉じこもって、豪邸に閉じこもって、で周りもなんか人が入ってこないようになんか電気の柵置いたりとかしてる。でなかなかもう誰とも心閉ざしちゃってる。でなんとやっぱりあれ思い出しますよね、カール爺さん。カール爺さんね、いやあれ結構ピクサーの中でももうトップ3に入るぐらい好きな映画なんですけど、それを思い出しました。はい。で気になったというとそこなんですよ。カール G さんでもう一本の映画できてるし、やっぱり今回のクレイ・キャロウェイも奥さんのへの愛がすごい深いんで、で15年も閉じこもってる、これなかなかなもんじゃないですか。だから だけどやっぱりね、この尺の問題というか、そうクレイ・キャロウェイの話だけやってるわけにいかないんで、なんかこう割とサクサクいっちゃうんですよね。そのスカヨハがやってるアッシュね、山嵐のね女の子がこう寄り添って、なんかこう一緒にちょっと1日とか過ごしてあげることで、歌へのこのねやる気をまた持ち直すんですけど、まあそう簡単にね、15年閉じこもってて、すごい奥さんのことを思ってたら、そんなちょっとやそっとじゃーっていうところはね思いました。でももうしょうがないです、もう時間がないから。で子供も見るから、ね、そういう、だからそれ考えてもカール爺さんって子供向けと思えない話ですよね。なんか子供にあれ見せてもポカンだろうなって今なんか話してて思いました。夫婦のこの、しかも老夫婦の話ですから、なんか難しいだろうなっていうね、なんかいや今思いましたけど、まあだからまああれぐらいのアッシュがねえねえみたいな、一緒に歌おうよまたみたいな感じでね言って、
連れ出すぐらいがやっぱちょうどいいのかもしれないですね、子供も見るって考えるとね、うん、で今思いました。で、あのショーをねやるんですけれども、そのショーの中で、あのジョニーがこのダンスしながらこうやり合うみたいな、棒を使ってねこう対戦相手とカッカッカッダンスマジーの対戦するみたいな、あのショーの中でシーンがあるんですけど、なんかそれをよく思わない、あのジョニーをこう教えてたマントヒヒのおじさんのなんかダンス講師みたいな、有名なダンス講師ですみたいなやつが言うんですけど、その人はまあダンス講師なんで舞台に出るわけじゃなかったんですけど、なんかもうジョニーがあまりにもこううまく踊っちゃってるから悔しくなっちゃって、そのねで出る役のこう差し置いて俺が行くわっつってやって、なんかバンバンバンってなんかこう嫌なことするんです、足元をこうシャッてこう引っ掛けたり足引っ掛けたり棒であのするんですけど、なんかお前は下手なんだよみたいなことをねやりながら言うんですけど、でも結局あのジョニーはそんなことに負けずにやり返して、力でこのねマントヒヒをねじ伏せる、マントヒヒ交渉をねねじ伏せるんですけど、やっぱそういうの見たらやっぱあのセッションのねラストシーン思い出しましたね。あのもうセッションの場合ねえあれですもんね、あの J.K. シモンズも良くなかったですけど先生として、でも主人公の人も別にいいやつってわけでもなかったですもんね、なんかちょっとこう調子に乗っちゃってるっていうか、だから2人とも良くなかったから、あの映画もなんかよく分かんなかったですけどね、なんかあのただねジャズのこのねドラムの感じがすごいっていうところでね、あれは前確か圧巻の最後でしたけど、なんかその良くない師弟関係というかね、あのそれはセッションね思い出したりとかしましたし、あとその冷酷なね、クリスタルエンターテインメント社の社長っていうのが結構本当になんかバスターに恥かかされたっつって、もう普通になんかこう高いとこから落とそうとするんですよ。でもそういう感じとかね、ちょっとマフィア感あって、まあ、マフィアの映画どれかっていうと特に思い出さないんですけど、なんかそういうマフィア感があったりとかあのしましたし、なんかこういろんな要素あるけど、まあなんかこう綺麗にまとまっててね、その辺がやっぱりなんかすごいなってあの思いました。はい、そうですね。うん、あとあのそのアニメーションとして全然何も詳しくないんですけど、なんかすごいよくできてるなって思ったのが、この冷酷なね社長経営者のジミー、これ何なんだろうな、猫科の動物なんですけど、狼なのかな、狼かな、ちょっと分かんないですけど、があのオーディションを見てる時の姿勢がこう椅子に座ってこうやってるんですよ、猫背で。これがすごい自然に見えるっていうか、いるなこういう人っていうね、オーディションの場所じゃなくても、この姿勢とか、あとあの手バスターのこのコアラの手とかがこうピーってこう映ったりするんですけど、あとあのジョニーがピアノ弾いてるところとかちょっと映ったりするのかな、なんかとにかくなんかこうなんか滑らかなすごい動きで、まあ、手だけじゃなくて他の全部もなんかねミーナのこの鼻のなんかグニューンって感じとかすごい生々しかったりしたんですけど、あれは本当すごいですねって思いました。はい、まあ、という感じで、110分、2時間切って見れますんで、あともうみんなね歌うまいっすからね、あのすごいで知ってる曲ばっかり流れてよかったですし、あとシング1の時にもそうですし、今回のシングネクストステージでもあのシング1の時だとイカでしたっけ、大量のイカをこう
イカだったかな、クラゲだっけ、イカかな、なんかあったじゃないですか、水槽に。あの数の力で見せるので、今回もなんかちっちゃい猿、目のクリクリした猿がいっぱい出てくるんですけど、それをなんか舞台で使ってて、それがねすごい良かったし、私今のそれすごい見事なの舞台の演出でしたので、まあ、それも見てほしいんですけど、今びっくりしたのがファレルが声優やってたんだって、今ちょっとその映画 .com 見ながら驚いてるんですけど、あ、そうだったんだと思って、へー、なるほどね、多分、うん、なるほど、まあいいんですけど、はい、っていう感じなので、ぜひぜひ皆さんは皆さんでね、思い出す映画いろいろ、私よりも全然いっぱいいっぱいいっぱいあると思うんですけど、なんかあると思いますんで、ぜひ見てみてください。じゃあまたなんかあげます。終わりです。